アロハ。今回は、パームネーラ、手のひら、パーム、手のひらに、こう、釘を打つものなのですが、日立。と、これ、リジットはみんな多分、道具箱、工具箱もあるんで、ご存知だと思うんですが、このリジットのパームネーラ、まあもうかなり古くなってしまってますが、日立のものと見ていきたいと思います。何に使うかって、まあ普通に釘打ってもいいんですけども、こういった、まあアメリカハリケーンクリップって言って、まあこれと2種類あるんですけども、まあよくこれを使いますが、こっちの方が使わなければいけない時もあります。だけども、まあ大体これでいけてるんですけども、まあこういった釘いっぱいありますよね、穴を打つ時に使います。もちろん他にも、まあこういうハンガー、まあハンガーですね。普通に向こうとこっちでこうつなぐような感じですよね。あとは、まあこういったハンガーもあります。内側に向いてるやつね。内側に向いてるやつはこう、ここに差し込むみたいな感じですよね。こういうのもあります。まあもしよかったら、唯一現場で残ってるやつで、ウッドデッキのやつがあるんで、それにもハンガーは出てきます。あとはまあこんな感じかな。こういったものをこう壁につけて、そしてまあこうつなぐみたいな感じですよね。というのもある。まあツールで喋ろうということなんで、まずこの日立のものとリジットのものの違いなんですが、まあそこまで細かくせんでいいか。まあここのね、入り口あるでしょう。これ後で買ったんですけどね、ちっちゃいからええやんと思ったけども、とにかくパワーがね、あんまりないんですよね。結局リジットを使ってるんですけども、これまあこういう感じで釘刺して、そしてこんな感じで、もう漏れそうだ。こんな感じで、打ち込めます。多分音入ったのかな。結構ね、音が入りにくいんですよね。GoPro 使ってるんですけども、まあ日立の鉄砲、これも昔一回やったことあるんです。見せたら、これでももう一回多分やりますね。これなんですけども、ここにまあ火薬、ここに火薬入れて、火薬の玉がまあここにあるんですけども、これが火薬なんです。で、ここに入れて、ほんで、見えるかな？カチッと閉めて、で、ここのレバー引いて、バーンって打つんですけども、これもね、音が消えちゃったんですよ、前。だから、もしかしたら、音をなんか、あんまり激しい音やったら、あかんねやろね。びっくりするからかもね。で、まあ、リジットつけました。まあ、言うの忘れてましたが、この日立、この短いビスはいけるんですが、この長いビスの頭がちょっと違ってて、これ指定の釘なんですね。こういった釘を使いなさいっていう、この釘を使いなさい、この太さあるんですけども、この大きい方がね、入らないんですよ。ここのパイがちっちゃくて、穴がちっちゃくてね。だけども、リジットは入ります。な、結局こっちに頼ってんやけど、まあ、リジットだったらこの長いやつも入れれます。いきますね。音消えるかもしれんけど、こんな感じです。要するに最初ペッてついても何も音鳴らなかったでしょ。要するにこうやるだけやったらダメなんですね。こう押さえる。
押さえたら下に力入れたらバリ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 って力が入るようになってます。まあ安全のためにも考えられてんやと思うけども、なんでかやったらね、下手なやつはもうこうじゃないわこうか、こう刺すやつおるでしょ、こう刺してしもたら危ないから絶対横やらんと。でもまあそうなった時でもあんまり押さんかったらいけるようになってるんやと思います。こう入れない、絶対に絶対こう、指がややこしいか、うん、絶対こう刺す、絶対こうはやらないってことです。まあこういうパームネイラーが一応日本にあるかなと思ってやってみました。これのミルウォーキーのバッテリーのやつ出てるんですね。でまあちょっと最近調べてるんですけども、結構値段して、もちろんハワイにもなくてメインランドからだからお取り寄せってことになるんです。ハワイもね結構そういうのがあります。だもちろん日本の人工具結構高いと思うんですが、ハワイものそういうのあるんですよね、ないものが。だけども多分日本から道具買いに来るんやったらハワイが一番近いし、航空券も安いと思います。でホテルもねいっぱいあるし、だから微妙なとこですよね。でもメインランド行った方がちょこっと道具も安いし、道具の種類も多いと思います。もちろんツールボックス、パックアウトも一緒ですね。まあ結構コメントいただいてますんで、ちょっとそういうことも伝えておきます。今回まあパームネイラーでした。また近々何やったっけ、鉄砲もやりたいと思います。音をなんとか入れたいなと思うんですけども、はい、そんな感じです。まあそんな感じですか。皆さんありがとうございます。またコメントよかったらください。パームネイラーあるかどうかだけでも知りたいですね、日本に。よろしくお願いします。鉄砲の方はこの前ガスでなんかこう釘、あれ釘コンクリートにバーンって打つやつなんですけども、コンクリートガンのなんかガスのやつがあるっていうことは聞いてます。でも火薬のやつは多分こっちだけなんじゃないかなと思ってやりたいんですけどね。言うのを忘れとったんで先にこれを言っとかなあかんなと思って、見えるかなこの映画、ちょっと古いからあれだけど、これ回るんですね。そして釘のでなんちゅうの頭の入り方、奥まで入ったり手前でちょっと止めたりっていうことができます。だけどもこっちの人たちにはついていません。まあそれだけちょっと言うの忘れとったんで、まあよければまたコメントいただけたらありがたいと思います。ありがとうございました。マハロー。